皆さんこんばんは。ブリッジコンストラクターポータルやっていきたいと思います。ステージ選択45ですね。ペレットの嵐、ペロテッドあいつか。なんかいるなあ。ペレットってこれで、どういうことだこれ。はあはあはあ、え、どう考えてもここに導かないといけないよね。ん、あ、ペレット当たっちゃいけねえんだ。そうだよ、ペレット当たると爆発するんだ。あ、なに、あ、めんどくせえ、そういうことか。やってくれるね。はいはい。こうしてこうして、よし、ジャンプ台つけて、もうここは塞いじゃえばいいんじゃね。ね、問答無用で塞いじゃいましょう。塞いじゃダメか。いや、ここは塞いどいていいんだけど、あれだな、こっからジャンプするでしょ。ある程度の高さがないとここ乗り越えらんないよね。いやらしい感じで作ってくれるね。そうするとあんまし振動も与えたくねえしな。まあ、ただこれにこのぐらいだったらいいんじゃない。これの弾が動かせないからね。まあ動かすとしたらこれの弾いじくるしかないんだけどね。角度変えてね、これで、ああ、絶妙なバランスで打ってくるよな。はい、よしよし、はいはい。まあなんとなくダメな気がしなくもないんだけどね。よし、でそれが終わった後にこのボタンを踏むとどうやら弾が放出されると、両方から。それを私たちはうまく弾かないといけないわけですね。弾くっつってもな、ここに2つ初めて入って、あれか、どうすっかな。ぶつかんないようにしないといけねえしな。ま、とりあえず仮でね、作っておきましょうよ。はいはい。こんな感じで、よし、どうかな。うん、で、まあここら辺をこうするわけですよね。ここら辺も最終的に上がってこれればいいような形にしちゃえばいいんだけど、どうすっかな。そのまま上行けねえよな。こう行くのとこう行くのとこう行くのとこう行くのって感じでね。何言ってるか分かんないと思うけど、要は交差する形で行きたいよね。こうバウンドしてこう行くのとこっからこう行くの。そう考えるとここはこういうつながりになるんですね。で橋のような形を取ります。まあ持たないと思うけどね。
イメージです。意外といけるね。あ、待って、はいはい、ちょっと一旦これでどこまで行くかやってみようか。いきなりバカすくかもしれないし。はい、あれ、ここ意味なかったな。いきなり大ジャンプしたけど、マジか。そうするとここ微調整だな。あとここもだね。ここも弾くような形を取りながら、まあこういう形取るしかないわな。うまくいくのかって話ですけど。ちょっと待って、こうしてこうして、はいはいはい、ちょっと足んないね。はいはいはい、でここここ、まあこういう感じにはするんだけど、まあどっかでね上に上げないといけないんだよね。こういう感じでいけたらいいなっていう程度でね、この隙間を縫っていってくれたらみたいな。下でつないだ方が安定するかな。はい、こんな感じでどうでしょうか。ちょっと負担が大きいかもね。ほい、はい、引っかかった。はい、ボタン発射。角度足んなかったな。角度足りない問題はこれでいけねえかな。ここも角度足んなかったな。これはもう微調整の域だね。はーい、引っかかった。はい、上に行った。あー、ダメだったね。ここか、もうちょっと角度上げた方がよかったか。ここ、こうやっちゃうとやべえかな。ここももうちょっと若干いじくる。いやー、ここいじくれねえんだよな。せめてこっちの方行ってくれないと困っちゃうね。さあ、ここうまく乗り越えたけど、はい、引っかかってね。問題はここよ。上行った、引っかかった。ちょっともう一回奇跡見ようか。はいはい、お、ここはでも良かったね。今あと、ちょうどぴったしぶつかんないようにすればいいってだけか。そこ通る必要ねえかもな。いや、通んねえとやべえか。ここが問題だな。本来なら、もうこう言ってくれた方がありがたいんだけどね。行くかな。はいはい、絶妙な角度、絶妙な角度で行って、
うん、ちょっとここもう一回挙動みたいね。はい、平らすぎるな。これでどうだ。はい、乗り越えて引っ掛け。よし、失敗すると落ちちゃうかもな。はい、ダメだな。もうちょっと平坦にしないとダメか。平坦にすると危ねえんだよな。そっか、そう考えなきゃいいのか。あ、ダメだな。いや、いけるか。逆転の発想だ。こういうことにしたらいいんじゃないかい。操縦ジャンプ、引っかかる。多分ここでね、意外とスピード落としてるのがいいのかもしれない。早く行き過ぎてもね、ダメだからね。素通りしてったな、素通りしてったな。今何がいけなかった？ちょっと待ちなさいよ。もう一回ちゃんと見ればよかったな。次挙動ちゃんと見ようか。はい、あー、そっち行っちゃう。角度の問題だな。ここでね、バウンドしてるからね、ちょっと角度がずれるんですよね。はい、スピード落として。早く行き過ぎちゃうとね、ここダメだからね。お、行った、行ったね。1台車列引けっかな。多分ここで引っかかっちゃうのがやばい気がするんだよな。大丈夫かな。はい、あー、危ない。いい、来い。いやー、来い。引っかかってる、引っかかってる。落ちたわ。すまなくなっちゃったな。嫌な予感すんな。ここの角度変えちゃうとさ、ここが変わっちゃう気がすんだよな。大丈夫かな。シュルツ、はい。いやー、スピード出すぎでしょ。やばいんじゃない。微妙にそこ変わっちゃうから。あ、行った、行け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 たけど、そこ、いやー、そこ乗り越えられない。あらら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 ら、乗り越えられねえってか。どうすっかな。ぐらい伸ばしても、もうちょっと頑丈にしねえとやべえな。はい、はい、飛んで、はい。あー、崩れた。そんなー、ダメだな。そうするとやっぱここをもうちょっと伸ばすしかねえんだよな、逆に。よし、逆にこれいらね。あ、ダメか、支えがないとエビか。いやー、微調整してたものが崩れてしまったな。大丈夫かな。耐えらんなくなったな。マジか、これなら耐えられるのか。上に変なもの乗せたから変に体重かかっちゃったかな。はい、
いやー、一歩折れたわ。ここが折れたな。補強しようか。よし。さあどうです？場合によってはもう1台だな。耐えて。よし、耐えられなかったね。耐えられなかったか。よし、もうここは分散していくしかないんじゃない？はい、今度一番下俺が折れちゃいそうだな。車列通したいけどな、ここまで来たなら。耐えて。よし、そこ耐えた。いいね。あとはそこ乗り越えるだけ。はい。あー待って、1台壊れたな。1台壊れちゃったな。1台壊れましたか。どうしましょうかね。ちょっとあそこいじくるか。よし、はい。なんかよくねえかも。はい、どっか行け。よし、やべえなー、やべえなー、危ねえ。あー破裂した。もうちょっとかっこよく行きたいよね。はい。あー、ちょっと良くないんじゃないこれ。いやー、ぐるっと回ってるわ。耐えらんねえかもな。うん、うん、はい。どうしてもタイミングが一個合わないんだ。こればっかりはな。こればっかりはな。ここでしょ。どうにかするっつったってな、干渉できねえしな。おとなしく1台で我慢しますか。しょうがない。はい、もうそれしかないんだよ。ぜひともね、もしやられる方はこのね、4番目かなんね、来るね、これをどうにか防ぐために弾をね、こうここら辺でうまくやっていただけたらなと思います。次のステージ行きましょう。1台でもクリアはクリアです。なんだこれ、網上げ。なんだこれは。ボタンを押すと、ここのボタンを押すと、こことここに交互に出てきます。次にここのボタンを押すと、ここ、どうすりゃいいの。どっちにしてもこっからボタンを押さないとやばそうだよね。ここボタンを押すとここついちゃうでしょ。最初の1台ここにやんなきゃいけないってことでいいんだよね。ちょいちょいちょいっと難しいんじゃないかい。こっからはあともうね、まっすぐでいいんじゃないの。ちょっくら作ってみないとわかんないけど。
後半は比較的簡単ですよね。簡単なのかどうかちょっとわかんないけど、下も通らなきゃいけないでしょ。はいはい、まあこういうことでしょう。はい、ちょっと頑丈に作ってみるか。よし、さあ頑丈に作っちゃうよ。頑丈っていうかこういう風な感じに支えないとやばい気がするしね。はいはい、よし。いや折れちゃったし。普通に折れちゃったなぁ。折れちゃうね。どうしたもんか。普通に折れちゃうんだよな。下ここまで通す必要ないかな。途中で上に上げちゃうか。むしろ。ダメだ、こんなの作るの。よし。はい。むしろ早い段階からこういう風にしてやればいいんじゃないか。ちょっと折れそうだね。ここも一本柱を入れようか。どうだ。なんとか持ってるね。で、問題はここの流れが分かんないんだよ。ここ行ったら、残りの3つをどうやんなきゃいけないかってことでね。ちょっと1本試しに作るか。どういう風に車が出てくるかわかんないからな。はい。とりあえずこんな感じにしとけばいいでしょう。上から来る、こっから来る、こっから来る、こっから来る。ああ。どうやらここのボタンを押すと下が開くみたいですね。で、次はここ通るんだよ。ここを通ったら、ここはまた下に行くようにしなきゃいけない。はい。まあ、とりあえず試して作ってるだけだから。流れが分かんないとね、厳しいからね。よし。はい、よし。で、なぜかすげえここが崩れたと。まあ支えがないからか。折れちゃうな。ここ折れちゃうのよろしくないんだよな。こういうふうに分散すれば折れない？いや、折れちゃうな。はあ、どうしたもんか。どうしたもんかね。あ、あったあったあった。つなげないといけないんだけど。耐えきれない。
ここで押さえても折れちゃうんだよね。どうしよっか。まあ意味ないと思うけど、紐が折れちゃうね。ちょっと試しにね。はい、上通ります、押します、通ります。今度上か、今度上だ、今度上だっつってもな。今度上だっつってもな。ここを通すってなるとめちゃめちゃきつくねえか。どうやったら綺麗にいくかな。下を通したいんだけど、一番上まで通さないといけないんでしょ。どう考えてもきついよなこれ。こうして、いやー急すぎる、こんなの通るわけない。てかそもそもここ埋めちゃダメだ。こういう感じにしないと、せめてもうちょっと緩やかな計画で行きたかったな。これ絶対無理だろう。もう物は試しだ。はい、入った入った。なんか爆発した。待てよ、別にここを通すやつをこっちに通さなくてもいいんだよね。先に今こっから落ちてきたやつを上に通しちゃえばいいんじゃないかと U 案が浮上しました。つまりこういうことです。はい、こういう感じでいかがでしょう。むしろここら辺はなくていいかな。ただジャンプしたのを抑えるためにここ必要かな。でここはいずれも何をするにもとりあえずここに行けばいいってことでね。だからまあ多少ジャンプ台みたいな感じになってもいいと思うんだけど、まあ支えるのが必要だよね。よし、はい、耐えられる？よし、耐えたな。ここはね、緩やかにしといた方がいいと思うんだ。ただここを支えるための土台にはなってもらいたい。力の分散という意味でね。はい、よし、どうでしょうかね。はい、いやーそっちの腕が折れた。おお、折れちゃったな。この腕が折れちゃったな。
こういう時は分散させればいいんじゃないか。こんな感じでどうです？うん、だいたね。問題ここだ。これが、あ、よろしくない、それ。それよろしくないね。失敗したな、ここ。むしろこっちか。はい。あ、ちょっと待って。はい。ここ、スッていくからね、スッて。スッていくよ、スッて。ほっ。ほっ。上行く。んだ、ん、あれあれ、今何間違った。上行ったのが爆発したよな。なんでだ。今のはなんでだろうな。え、ここ取んないとダメってこと。あれ、ここ入るでしょ。スッって入ります。これもスッって入ります。はいはい、上通った。はい、で爆発した。今なんでだ。踏むタイミングの問題だとしたら、ちょっと滑らかにする。はーい、スッていく、スッていく。ボタン押す、押す。上が大丈夫。はい、俺大丈夫。あー、下行っちゃうな。ここは上行ってもらわないと困るわけだ。ここは上行ってもらわないと困るわけだよね。いやー、ちょっとずつ無理が出てくるぞ。大丈夫かな、ここスムーズにスッていけるかな。動かしちゃったからな。はい、ちょっと引っかかった、引っかかった、引っかかったな。わかりましたな。あ、よろしくない。やばいな。ここがすんなりいかなくなっちゃったかも。はいはい、そこ上、そこ上行かないと。そこの上が難しいね。どうしよっか。ここが急すぎんのかな。もうちょっとどうにかしたいけどな。スピードが足んねえんだよな。どうすか。スピードが足んない。ちょっとのとこかな、きついな。うん、どうしたらいいかな。あのジャンプで別口で言ってもらうか。そんなこと可能か？別口っつってもな。新たにこういうふうに建設する？こういうことだと言ってんの？で、根本である、根本となるここの解決ができてないんだよね。
きついな。どうすっかな。ちょっと待てよ。こっちの方から上に行ける？こうやったとして、そうは伸ばせないんだよね。いや、むずいな。どうしたもんか。うん。そこは、あそこ垂れちゃったけど、ここよ。ここがうまくいかない。うまくいかないとはいえ、ここ頑張ってもらわないと困るんだよな。こう言ってもらわないと困るんだよな。かといってここも間通り抜けてもらわないと困るしね。はい。いやー危ない。引っかかったー。引っかかったな。これでも結構ギリギリなんだけどな。はい。さあどうだ。いやーこれ1台通すの、いやー引っかかった。引っかかったな。困っちゃうんだよな、それな。引っかかんないようにはこうするしかないんだけど、そうするとね、乗り越えらんないんだよね。はい。絶妙なバランスでいってっからな、そこなんだよ。ここをちょっと変えるしかねえか。変えるしかねえっつってもな、これキャッチできるようにするしかないか。ここで、でここはもうしょうがない、どうにもなんねえんだから。違う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 、短くして、ここは入るようにする。ただこの先を変えるしかねえな。うん。だいぶ難しいな。結局ここなんだよな。結局この隙間が問題になるんだよな。どうしようか。あ、はい。そろそろガタ来ちゃうぞ。はーい。引っかかった。引っかかったな。そこは、あ、上はこっち行ったな。ここが引っかからなきゃ、あ、いける？はーい。いった。いやー、折れた。え？あれ？あれ？今何があった？ボタン押してなかったかな？
はい。ボタンを押した。あ、上が早い。上が早いだと？上が早い。上が早い。そもそもここに引っかかんなきゃっていう話だよね。いやーギリギリ。こんな車列無理だな。はい、そこ引っかかんないで。引っかかった。いけるか。頼む、1台だけでいいから。いった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 。はあ。よし。まあ車列は無理だろうけど、やってみようか。絶対無理だって。耐えらんねえ。折れちゃったもんね、ここね。もうちょっと補強した方がよかったか。あれ？折れてない。やばい、間に合わない。間に合わない。ね、間に合わないよね。間に合わないですよね。まあその間に合わないのをどうにかするということであれば、こういった手も考えられなくもないと思うけど。はい、ちょっとした時間稼ぎはこれでできるけどね。はい、引っかかっちゃった。いやーもう限界。限界よ。はい。いやー、今度ダメだった。間に合わない。そうするとここも時間稼ぎしないとダメだな。もうめちゃくちゃ。はい。ちょろっと時間稼いで。この上も時間稼がないとダメになっちゃダメだ。ダメですね。普通に操縦でいきましょうか。あ、ちょっと待って。私には難しかったです。よくもまあ引っかかっちゃってんじゃん。かかるだと？やべえ、なんかいじくったからあれになったな。クリアできなくなっちゃうかも。はいはい。あれ、俺車列ってやってんじゃん。操縦操縦限界です。これがはいはいはい。いやー、これが限界ですよ。こっちは比較的安定してますね。はい、ということでね、ギリギリです。まあこんなもんでしょう。ということでね、今回はここまでにしたいと思います。ぜひ皆さんやられる場合は16台通していただけたらなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。